中学生佐々木英介。彼の頭には笑顔が描かれた紙袋がかぶせられていた。その様子は18年前に起きた未解決の連続少女殺人事件、さらには都市伝説恵美男と酷似していた。君は鎌田警部から18年前の連続殺人事件の最中に起きた2つの失踪事件について聞いた。一人は自宅におびただしい血痕を残して消えた最初の被害者と親しかった男、もう一人は久世刑事の兄で当時14歳の久世誠。どちらも未だ見つかってはいない。宇津木は久世誠の失踪を把握していた。当時連続少女殺人事件の捜査にかかりきりだった鎌田警部からの要請を受け調査協力をしていたという。久世刑事ともその時に会っていたらしい。恵美男の都市伝説について確かめたいことがあるという宇津木はしばらく事務所を開けることになった。その宇津木は君に久世兄弟について調査するよう指示した。どうやら宇津木は久世誠の失踪が何らかの形で今回の事件に結びつくのではないかと考えているようだ。歩みには引き続き南第三中学校の関係者を洗うよう指示した。君は久世家があるというゆかり子村へ向かった。先生が教えてくれた住所によれば、クゼ誰かに道を聞いた方が良さそう。立派なキャベツが並んでいる。ん？トラックが。ゆったりとした。ビニールハウスの仕忘れちゃってた。事務所に帰ったら今日こそ。ちょっと誰かいないかな。トラックがあるなら聞くはいけない。人の姿ビニールハウス。あ、人が入ってきた。しゃがんで作業して。そう。この。すいません。わしになんか。久世さんの。さんとこならその道まっすぐ行って突き当たりんとこだから。わかりました。この道をまっすぐだ。突き当たりに人がいる気配。 Come on.
ったら。って僕は子供じゃないから。どうもそうだよ。割れてこそいないけど。住んでないの。表札もこれじゃクゼ刑事のお家かどうか。調べられそうなところ。郵便受け。誰も住んでない。最近使われ調べられるところは一通り調べたぞ。誰もいないのかな。聞く相手誰もいなさそうだけど。ごめんください。すいません。どなたかいらっしゃ。やっぱいないか。もしかしてここって本当に誰もいないようだ。そうだ先生と思ったけど。まいったな。どうしようかな。ひとまず戻ってさっきの。あんた。あ、びっくりした。わしゃ隣に住んだ。あ、こんにちは。なんじゃ。あの、こちらのお隣さんは秋。やっぱり空き家だった。ここを。おお、その通り。ちょっと。ええけんども。あ、僕が待てよ。僕が怒られる。ここは名乗らずに。タンタンな。おお、先ほど空き家通し。そうじゃ、刑事になった純子よしえさんももうここにはおらんからの。じゃけんよしえさん、まこちゃんはくぜけ、田山さんにくぜけのことをいろいろ聞いて。よしえさんと、まこちゃんと純子ちゃんの祖母にあたる。くぜけじゃん。吉江さんは本に優しい。純子さんと誠さんはどんなご兄弟。そう、どっちか言うたら妹な。仲のいい。誰かがなんか叫んどるなと。こお隣さんなら何か知ってるかもしれない。いろいろ聞いてみよう。お隣に住んでいる。よしえさんは、ま、よしえさん、まこちゃんとじゅんこちゃんは父方の祖父母にあたるくぜさん夫婦に引き取られ、兄弟に寂しい思いはさせまいとくぜさん夫婦は。その甲斐あって元気に育っていった。本人なく子供は元気が一番。お隣さんなら何か知ってるかもしれない。純子ちゃんが家を出た2年前に直にここを出て行かれたんじゃ。そうでしたか。よしえさんは両親を失った。
吉江さん。村の老人ホーム、一人暮らしは何かと。なるほど。そうじゃ。吉江さん、いつかまこっちゃんが、あん兄弟が、子供は元気。そうか。あん兄弟が、子供は元気が。携帯電話。そうか。お隣に。なんじゃ？誰も住まなくなったクゼ宅、それがなくなってしまうのは、なんじゃ？わかるぞ。わしもたまに人が住まん家は痛みが早い。いえ、そうじゃない。おお。確か三日誰もおらんはずのクゼさんの気になったわしゃ、よ中からクゼ刑事、必要なものが残っとらんかを、もうすぐ取り壊しが始まって、えの謝られて久しぶりやけん、せっかくですが明日も早く、あの純子ちゃん、まるで刑事ど純子ちゃん、純子ちゃん、純子ちゃん、村の老人、他にはここで聞けることは、そうクゼ田山さんは吉江さんのどこの老人、なんじゃ吉江さんは、ゆかりこり、名前のそばん山はちょ、いろいろと教えていただき、おうかおうか、そうじゃ、ナスです。うち。まこっちゃんは。そうだったの。ありがとうございます。じゃあ僕。気をつけて。
田山さんの言うちょっとって全然ちょっとじゃないんだ。いただいたナスの服ってあれ？教えてもらった名前と少し違うけど。のどかな場所だな。クゼ！虚しい。クゼ刑事に相談してみる。ていう。無理無理無理、絶対に無理。クゼ刑事に聞く。結局、予約、ヨシエさんに話を聞くこと。よし。
茶の間ではうつろな目をし、紫色の、うん、何事かと語りかけても押し黙ったまま、なん、おい、純子がどこにもあらんぞ。おい、まこと、その言葉を聞いたまことはすごい勢いで思った。わけがわからないまま、けれど、九時を過ぎ、玄関の引き戸が、よかった、ほっとした私たち。でも、そこにいたのは、泣きながら、誠と一緒じゃない。しばらくして到着、やはり純子は。その夜、私、ご近所の皆さんも警察に協力して、結局あの日、誠さんと純子さんはとてもそんなご兄弟に、その日、あなたが持っ、これですか。そう、あの子たちはナスが、そうらしいですね。ちょっと昔話、ぜひ聞かせてください。まことはおとなしくて素直、のんびり屋さんのまことは怒ったりすること、しっかり者の純子は何を、しょっちゅう誠の代わり、お兄ちゃんは私がいなきゃダメなのってね。いつも小さい妹にやり込められてる誠は、そう、きっと幼、普段は頼り、いつも自分が、両親を事故で、まだ小さかった純子は村に来てから親に甘えたい盛りの子供、うん、そんな妹を兄の誠は、お兄ちゃんは悲しくないのって時、純子がいるから俺は寂しく、純子が眠、一人で、でも、そんな誠の心が、純子だけではなく、私たちか、うん、うん、うん、お互いに支え合って幼い日々を過ごした、
強い絆で結ばれた18年前のその日、そんな二人の間に、その話はまだ聞けていない。何かきっかけがあると思うんだけど。何か何かし、あなた、ナスの花。いえ、もしかして。ナスはね、純子が一番。実は私たちがいない時に何があったのか。どうして部屋にナスの花が散らばって。当時私たち夫婦は家庭菜園を趣味。そうしたらおいしいおいしい。純子が、私もいろんなお野菜や果物があるけど、お兄ちゃんが大好き。お兄ちゃんのお誕生日は、それで、それはもう、ナスなら小さな純子でもで、こっそり育てることにしました。純子と誠の誕生月の種をまいた後、純子は、純子が愛情を注い、純子は大喜び。これなら、誠の花が咲いたその日が自分の。そんな純子が。ただいま。純子、おかえり。プレゼント？じゃーん、純子の。お兄ちゃん。うん、大したものは裏庭で見つけたんだ。いっぱい咲いててさ。まことも。その花はお兄ちゃんの。バカ、お兄ちゃんの誕生日プレゼントにって。え？お兄ちゃんなんか、お兄ちゃんなんか大嫌い。もう知らない。どっかに行っちゃえばいいのに。純子。これが私が18年前。自分にとっていつも当たり前のようにいてくれた存在が、幼い日の久世刑事は、さぞじ、そして誠さん自身も、何よりも相当なショックを受けた。お互いを強く思い合う行動が、久世兄弟、あまりにも悲しい。その後純子は自分のせいなんとか元、何の慰めにもならないかもしれないけど、純子大丈夫よ。これをお守りに言い聞かせてね。それから私たち、特に純子は、な。よしえさん、もうすぐ夕食の。あら、もうそん。いろいろ話も聞けたし。私から話せるのはこれ。はい。ん？ここまで話してもらえると。あら、そう。やっぱりわかる。今日は久しぶり。探偵さん、ナスの花言葉。花言葉ですか？つつましい幸福。つつましい幸福。素敵な花言葉です。純子が教え、この押し花のしおりを持っていれば、いつかきっと純子も私も、ナスを持った探偵さんが誠の話を聞き、そう思って。あな、なぜかしら、あなたがまた何かあれば。はい。
ただいま戻りました。あって、あれ？あゆみちゃんもう帰っちゃった。夜も遅いけど、今日の調査のまとめ。今日の調査は、久世刑事こと純子と兄の誠、義江さん夫婦や村の人から愛され、とても仲が良く、お互いところが、純子の9つの誕生日、純子が泣きながら家を飛び出してしまう。誠がナス、そうだ、誠が摘んだナスの花、純子が自分のために育ててくれていたナスを放心してしまっていたため、夜も更けた頃戻ってこなかった。泣きながら一人で家に帰ってきた純子は、しかし一体何があって一人で帰ってきたの？もしかすると誰だとすれば、久世刑事本人から聞く他にはない。そんなことを僕に答えてくれるわけないよな、そういえば当時義江さんはあるものを作ったと言っていたな。そう、ナスの花を久世刑事と義江さんは、今もナスの花言葉はつつましい幸福、その気持ちと符合する。彼女はお兄さんが今もどこかで生きていると信じ、そして久世刑事は村を出た。その数年後、一人暮らしになった祖母リラックスゆかり子村という、住む人がいなくなった久世さんたちの家は、もうすぐ取り壊される。その家に久世刑事が最終チェック、3日前ということは、佐々木くんの遺体が発見される前日か。待てよ、隣の人に引き、明日も早くから仕事だからと断って帰った。佐々木くんの事件を予想したまさに刑事の勘なわけないか。うん、我ながら今日は頑張ったんじゃないか。自分で自分を褒めてあげたい気分だ。さて、明日の調査方針。さすがに今日は疲れたな。あっぶな、携帯電話の充電を忘れるとこだった。今日こそちゃんとするぞ。